日経新春会は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。寄贈賞を提供する日本経済新聞社は東京と大阪に本社を置く新聞社。聖賞は日本経済新聞社賞。1954年に創設された日本経済新春会が本競争の前身。1979年により、 日経新春杯に解消された。創設時の負担重量はハンデキャップだったが、1981年から1993年までは、別邸で行われた。距離も、創設時は、芝2400メートルだったが、1987年から1993年までは、芝2200メートルに短縮していた。外国サンバは1990年から出走可能に、 なったほか、2006年からは、外国馬も出走可能な国際競争となった。外国馬の出走枠は、当初4頭までだったが、2007年から2014年までは8頭まで、2015年からは9頭までとなった。2020年からは、地方競馬所属馬も出走可能になった。なお、本競争の優勝馬には、オーストラリアの G1 コーフィールドカップへの 優先出走権が与えられることになっている。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、ハンデキャップ2021年の一着賞金は5700万円で、以下2着2300万円、3着1400万円、4着860万円、5着570万円。優勝馬のは2000年以前も、 現行表記に揃えている。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。競争名は第1回から第25回まで日本経済新春杯。各回競争結果の出展。ありがとうございます。